セブンシスターズはアメリカ合衆国北東部にある名門女子大学7校の総称だった。すべてリベラルアーツカレッジだった。そのうち現在も女子大学なのはバーナードカレッジ、ブリンマー大学、マウント、ホリーオーク大学、スミス大学、ウェルズリー大学の5校である。バッサー大学は1969年に男女級ラドクリフカレッジは 設立時より関係の深かったハーバード大学と1977年に事実上合併し1999年に完全統合された。バーナード・カレッジは男子校だったコロンビア大学が1983年に教学化されるまでは同大学の女子リベラルアーツ学部大学としての位置づけだったが1983年以降はバーナード・カレッジは コロンビア大学付属の女子大学であり、学生にはバーナード・カレッジとコロンビア大学の両方の学長の署名入りの卒業証書が授与される。7つの大学は1837年から1889年の間に設立された。4校はマサチューセッツ州、2校はニューヨーク州、1校はペンシルバニア州にある。EN タイムラインオブウィメンズ・コリッチス・インザ・ユナイテッド・ステーツも参照合格率と応募者数は中期のない限り2019年、セブン・シスターズを含む独立した非営利の女子大学は、また、これらの大学は女性に学問の機会をより広く提供し、女性に対し教員や管理者としての職を提供した。初期の女性教育の提唱者には、サラ・ピアース、キャサリン・ビーチャー、 ジルパピー・グラント・バニスター、そしてムヤリー・メイソン・リオンがいた。リオンは、ハートフォード女子人学校とイップスウィッチ女子人学校の両方の発展に関わり、1834年のウィートン女子新学校の設立にも関与した。1837年、リオンはマウント・ホリヨーク女子新学校を設立した。マウント・ホリヨーク女子新学校は1888年に、 大学検証を受けてマウントホリーオーク神学校大学となり1893年にマウントホーリーオーク大学となった。セブンシスターズの中で最初に大学として設置されたのは1861年に設置されたバッサー大学だった。ウェルズリー大学は1870年にウェルズリー女子人学校として認可され1873年に ウェルズリー大学に改称された後、1875年に開校した。スミス大学は1871年に設置され、1875年に開校した。ブリンマー大学は1885年に開校した。ラドクリフ・カレッジは、エリザベス・キャボット・アガシーをはじめとする影響力のある女性グループによって設立された、ボストンの女性教育協会から発展した。 ラドクリフ・カレッジは1879年に設立され、1894年にマサチューセッツ州によって認可された。初代学長に就任したアガシーの夫はハーバード大学の教授のルイ・アガシーであり、1943年までハーバード大学の教授が自身の大学で男子学生を相手にしていたのと同じ授業をラドクリフ・カレッジでも実施していたことから、 ラドクリフカレッジは非公式にハーバードアネックスと呼ばれていた。1946年までにはハーバード大学のコースの大半はラドクリフカレッジの女子学生とハーバード大学の男子学生の両方に提供されるようになっていた。1960年代には両校はさらに統合を進め、1963年にはラドクリフカレッジの女子学生に 初めてハーバード大学の学位が授与された。女子学生の学位機には、ハーバードとラドクリフの両方の印が押されていた。1999年に、両校は完全に統合し、すべての学部生が、ハーバード大学の印のみが押された。学位機を受け取り、ハーバードの学生であることが確認される。ラドクリフカレッジは、学部機関としては存在しないが、ハーバード大学では、 毎年ラドクリフカレッジの同窓会が開催されている。1999年の統合後にラドクリフ高等研究所が設立され、現在では学位取得を目的としない教育とエグゼクティブ、教育プログラムを提供している。バーナードカレッジも1888年の創立以来コロンビア大学と提携しているが、こちらは現在も独立して運営されている。 マウントホーリーオーク大学とスミス大学はファイブカレッジコンソーシアムにも属している。ブリンマー大学はトライカレッジコンソーシアムにも属している。1927年に男子大学の IB リーグに相当するものとしてアメリカ北東部の名門女子大学7校がセブンシスターズと呼ばれるようになった。セブンシスターズという名前はギリシャ神話におけるアトラスとプレイオネの娘である7人、姉妹、 プレイアデスにちなむものである。西欧では、プレイアデスにちなむプレイアデス聖団のことも、七人姉妹と呼ぶことがある。七つの大学は、それぞれの方法で、男女共学化の方向性を探った。ラドクリフ・カレッジとバッサー大学の二校は、すでに単独の女子大学としては存在しない。ラドクリフ・カレッジは1九9九年に、ハーバード大学と完全に統合し、組織としては、 大学院のみのラドグリフ高等研究所となった。バッサー大学はイエール大学との合併の申し出を断り、1969年に単独で男女共学の大学になった。バーナード・カレッジは1888年にコロンビア大学付属の女子大学として設立された。コロンビア大学の教育と施設を学生に提供しつつ、コロンビア大学とは、 独立して運営されている。コロンビア大学最大のリベラルアーツ学部であるコロンビアカレッジはバーナードカレッジとの10年にわたる合併交渉に失敗した後1983年に女性の入学受け入れを開始した。バーナードカレッジには独立した教授陣と評議委員会がある。しかしコロンビア大学はバーナードカレッジの学生にも学位を発行しており、 1900年からは、相互協定により、バーナードカレッジの事業や、活動のほとんどは、男女を問わず、コロンビア大学のすべての学生にも開放されている。1969年、ブリンマー大学と当時男子校だった、ハバフォード大学は、両性のカレッジを共有するシステムを開発した。1980年に、ハバフォード大学が共学化されると、 ブリンマー大学は教学科の可能性についても検討したが断念した。ブリンマー大学と同様にマウントホリオーク大学、スミス大学、ウェルズリー大学も男女教学科を採用しなかった。マウントホリオーク大学はデビッドトリューマン学長の下で男女教学科の問題をめぐって長い議論を交わした。1971年11月6日、管理委員会において マウントホリオク大学は女子大学のままとすることを全会一致で決定した。スミス大学も1971年に同様の決定を下した。2年後、ウェルズリー大学も男女共学科を採用しないと発表した。独立した教育機関としては現存しない。ラドクリフ・カレッジは別にしてセブンシスターズを構成する残りの6つの大学は アメリカのリベラルアーツ教育機関の中でも競争力が高いと考えられている。ウェルズリー大学は全米のリベラルアーツ大学の中で常に上位3から4位にランクインしており、スミス大学とバッサー大学は最近では US ニュースワールドレポート市のランキングで12位にランクインしている。志願者の GPA は3.6以上でサットで高得点を獲得し、 課外活動でリーダーシップを発揮している。志願者は学業に意欲的で成功を収めている傾向がある。ウォールストリートジャーナル紙はセブンシスターズの大学ランキングを発表した。詳細は EN トランスジェンダーアドミションスポラスアットウィメンズコリッチスを参照2000年代後半から女子大学では トランスジェンダーをどのように受け入れるかについての議論や論争が行われてきた。これはトランス女性の志願者が増加していることや少数ではあるが女子大学在学中に女性から男性に移行した学生の存在から注目されるようになってきた。マウントホリオーク大学はセブンシスターズの中で初めて2014年にトランスジェンダーの女性を受け入れた。バーナード・カレッジ。 ブリンマー大学、スミス大学、ウェルズリー大学は2015年にトランスジェンダーを考慮した入学規約を発表した。ありがとうございます。